どうもーと、ピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、よろしくお願いいたします。始まりました。どうもピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。よろしくお願いいたします。お、ありがとうございます。どうも町の人たちにご挨拶して、ありがとうございます。さあ、この番組はですね、はい、我々ピスタチオがですね、はい、駅コーナーさん2店舗に行きまして、はい、ジャグラーを打ってですね、はい、レギュラービッグどっちを引いてもですね、1ポイントずつということで、はい、合計39ポイントを目指すという番組でございます。さあ、本日の2店舗目でございます、はい、こちら駅コーナー府中店さんに、はい、来ました。来ましたね。お世話になっております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日も駐輪場の前から、はい、いつものところで、よろしくお願いしますね。はい、お送りしておりますけど、はい、1店舗目ですね、はい、平井店の方に行きまして、うんうん、合計でですね、23ポイントでございます。そうです。はい、23ポイントでいい数字ですからね、やっぱり。いい数字。マイケル・ジョーダンもそうですしね、レアル・マドリードの時のベッカムもそうですし。ほら、すごい詳しいですね。23というのはやっぱすごいね。うん、いい数字。数字なんですよね。なるほど、わかりました。はい、なので、で、1ポイントずつ重ねていくんですけども、はい、我々、1人1回ずつですね、ゴーゴースペシャル、チャンスというのがゴーゴーチャンスですね。ゴーゴーチャンス、はい、はい、そちらはですね、予想できます。ビッグかバケか、はい、それ当たったらプラス5ポイント入るということ。の素晴らしい。それがキーになってきますから。そう、キーになってくる、はい、合計ここまでで23ポイントということは、そうです、あと16ポイント。そうです。これ2人とも当てたらね、結構ね、もう結構サクサクっといったと思うんだけど、ここが勝負です。だからそう、1人でも外したらちょっとね、はい、厳しい戦いになってくるんじゃないかと、はい、いうことなんで。そうですね、だから前回僕がですね、平井店さんにちょっとあんまり調子良くなかったんで、そうね、今回だからね、今正直今のところ打つか打たないか迷ってます。今打ってください。それは今ちょっとあなたが打たなかったらもうゴーゴーチャンスあろうがなかろうが、はい、多分無理なんで、店内ぐるぐる回ってる絵にもしかしたら、はい、うん、なってしまうかもしれないんですけど、これをしようということで、いなくなってるかもしれない。すいません、わかりました、はい、まあ頑張りましょうということで、はい、行きましょうか。行きましょうか。はい、本日も頑張ります。ファイト。あ、いつもの、いつものね、角開いてるね。ここはまあ1台行きましょうか。はい、じゃあ私座ろうかな。じゃあどうぞ。え、そんなすんなり譲ってくれんの。どうぞ。じゃあなんか嫌な予感するんでやめときますわ。それは逆になんか伊豆さんが優しいの奇妙だから。ちょっとなんでよ。絶対俺行くっていうところだから。しかも今日まだ当たってないのね。そう、じゃあこれ行きますわ。行きますか。いいよ、もちろん。なんかここイコール伊豆さんだから。なんで。実は僕ちょっと気になってた台があって。何。ここでこの台なんですよ。5回バケ号で、これであれちゃう、次ビッグだなと思ってやってバケのパターンですね。これ伊豆さん今日ダメですよ。やっぱその落とし入れる発言はやっぱちょっと、落とし入れちゃないよ。気に言ってくれないので。落とし入れちゃないけど初めてかも、ここ以外で打つの。確かに、はい、私ここで。お、わかりました。行きますよ。さあ、というわけで台も決まって、はい、伊豆さんの様子全く見えてないですけども。僕も見えないですね。行きましょうか。一応せーのは行きましょう。せー、そろそろ1回転でね、うん、そうだね、欲しいですよ。行きましょうか。行きましょう。はい、せーの、待ってください、はい、せーの、の、はい、ダメでした。知ってます。マジで光ってるのに知ってます。ボタン押したら止まった。そのリアクション、小田さん、すみません、分かっちゃいます。ちょっとやめて、恥ずかしい。小田さんだって、うん、役者目指してるんでしょ。うん、ちょっと今の演技じゃ役者できませんよ。嘘でしょ。弱いですね。みんなこのぐらいじゃないの。いや、今の演技はダメですね。ダメか、すみません。ということで、打っていきましょう。小田さん、じゃあ本当の役者がどのくらいの演技か一発見せますわ。あ、頼むわ。いいですか。はい。あー、なるほどね。え、これです。怖い。ごめんよ伊地さん、このくらいやってくんないと。はい、本当に姿見えてないから、はい、恐怖でしかないんだけど、はい、その前に
多分自然と打ってる演技の、はい、あーなるほどねがめちゃくちゃ下手でした。すでにその前の、はい、その前のなるほどねが下手でした。なるほどねって言わない、みんな言わないです。打っててなるほどねは言わないです。あ、言わない子、はい、みんな言うんじゃないかなと思ったんだけど。ピスタチオ2人ともお芝居は無理だということで。おかしいな、惜しいな。ドラマ映画出たいんだけどな。待ってるよね、全然オファーは。待ってます待ってます。でも伊地知さん映画出たことありますもんね。いや、あるよ俺は映画。どんな役だったっけ。変態彼氏っていう、うん、ヒロインの彼氏役で、うん、初映画で初ベッドシーンだから。わあ素晴らしいね。そうですよ、なかなかないですよ。僕に映画来たよ、ヒロインの彼氏役だよ、俺やべえなっつって、はい、来た役どころが、はい、そのままのピスタチオの姿のキモ彼氏だったの。そうだから俺台本見た段階で、うん、そのセリフだけじゃそのキモ彼氏っていうの分かんなかったから、うん、窪塚洋介みたいな演技を入れてったのよ頭の中に、はい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 、そんで現場行ったらすいません、あの髪型セットしてもらっていいですかってピスタチオのまんまでちょっと白目向いた喋り方。そう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 全然に全然2枚目路線のちょい悪な感じの演技設定で言ったら全然違ったでも小沢さんもでも映画出てるもんね。そうですよ、小沢さんも。そう、俺も出てるんですよ。何でしたっけ。映画来る。来るね、はい、妻夫木聡さんのパパ友役でございます、はい、ね、うん、俺見ましたよ。うん、どうでした、小沢さんの演技。うん、もうちょい出てると思ったんだよ俺、ね、うん思いのほか出てなかったけど、うん、いや小沢さんって分かりました、ちゃんと。あ、本当？存在感はありましたよ、やっぱり小沢さん。ありがとう、5秒だけね。でも一セリフあったもんね。あったね。そう、うん、もう正直なんて言ったか覚えてないけど、だからマジで全然小沢さんじゃなくても良かっただろうと思ったけど、見た瞬間。そうだね映画のお話、ドラマのお話、いつでもお待ちしてますよね。そりゃそうよ、はい。だからその後で光ってほしいな。そうね、ちょっと僕はね、平井店さんにね、うん、ちょっと貯金してきちゃったんで。そう、実際平井店は幸先すごい良かったもんね。いや、そうなのよ。だからあれはね、俺が悪かった。俺がバカみたいに大移動しちゃったからバカみたいに。ちゃんとおとなしくやってればよかった。確かに、もったいない。うん、おとなしくやってれば勝ってたよまあまあそうよ。はい、光りました。うわー、ナイス。ありがとうございます。さあ、期待してます。ここ、うん、バーベーでございます。一発目バケは怖いよ。一発目バケ、確かに。しかもバケ4回の台についたのにまたバケだったの。そう、バケ5回か、5回だからバケ6回なんですよ。怖いね。ちょっとね、100以内で当たる気がするな。はい、伊地さん見てないんで、はい、誰にもいじられないんで恥ずかしいんで自分から言いますね。はい、今ちょっと足を組み替えたんですよ。はい、したら椅子のレバー触ってしまって、はい、急に僕が落ちたから、はい、スタッフさんがそれによって大爆笑してるんですよ。僕全然わかんないで、うん、マジで真顔です僕に関しては。そうだよね、今これカメラ映ってたんですか。僕が急に映ってました。あ、よかった。ダメだぞ。で、いくらなんですか、投資は。今6です、私今。あ、まだまだ分かんないっすよ。まあね、うん、冷静に落ち着いて。でも うん、開い点があるからねまあね、落ち着いてらんないか。前の僕なら全然あれだったけど、最近あんま投資してないから。そうだね、ありがたいことに。確かに。実際最近プライベートでは行ってるんですか、ジャグラー。あ、ちょっとすいません、メダル切れになってて、一回メダル切れなんで、すいません、お父さん。はい、
ちなみに小沢さん、僕の横開きましたよ。いや、ちなみにちょっとね、ここもビッグ1回バキ4回ですよ。あのね、そっち行こうかなとも思ってんだけど、はい、ちなみにね、あのレギュラー6回じゃない。そうよ。次で俺スペシャルゴーゴーチャンス使おうかなと思ってるの、この台で。なるほどね。次はビッグ来るでしょ。いや、それはマジわかんないけど、マジでわかんない。俺8連続とか引いてるからね、過去に。お、しかもすごい出てる、2箱売れてる台が開くぞ。開くよ。そっち行こうかな。ちょっと一旦集合しようか。いや、一旦ありだよ。あ、間違いない。間違いない。これ間違いないです。とりあえず。どっちか座ろう。間違いないことは判明してる。どっちか座ろう。うん、いや、それだったら座って言う、全然。いいんすか。全然いいよ。で、こっち来ますわ。早速。出産祝いだよ、出産祝い。ありがとう。実際優しいな。スッとくれたもんね。あそこの GO!GO! スペシャルチャンスちょっとやりたかったな。1万円いきました。あら、結構いきましたね。1万円いきました。11万いきました。1万円1万円11万円いきました。楽しそうだね。久しぶりだな、なんかイジスさんのその変な歌聴けるの。あ、そう？うん、なんか待ってたでしょ、みんな。待ってたと思うよ。待ったでしょ、うん、みんな。なんかエトスパトスロゴスシーズン2になってイジスさんなんか、まあ、1よりかはね。そうだよね。だからひどいんだよ、うん、シーズン1って、うん、俺が負けまくってて、うん、その見てくれてる方は、うん、いじちいいなと、うん、あいつおもろいわ、すごいわ、やっぱっていう感じで声が結構多かったんだけど、はいはい、2になって、うん、ちょっとまあトントンぐらいよ、うん、そんな負けなくなってから、うん、なんだあいつってなってるからねひどいよ。何回ですか。568です。あら、はい、光った。変わる変わる。お、違うか。いきまーす。うん、いいね、ザワチン。いい、素晴らしい。ありがとう。いいね。これで視聴者が喜ぶよ。また俺が出なくてさお前らはこれを望んでんだろ。あー、やだな。お前らのお望み通りやってやってるよ、こっちは。意図してやってんだね。意図してやってんだよ。出すことはできんだよ、こっちは。そう。ただよ、うん、うるせえからよ、うん、見てるやつらがよ、うん、見てるやつらがうるせえからよ、うん、やってんだよ、こっちは。あ、皆さん、彼ああいうふうに見えてすごい小心者なんで。なあ、はい、まあ別におめえらのコメントなんて一切見ちゃいねえけどな。眼中にねえからな。あ、見てるんだよな。移動中ずっと見てるんだから。別におめえらがコメントで、うん、イジチいいから光った時喋ってねえで早く打てよとか別に見てねえから。見てるコメント見てるんだ、知ってるじゃん。見てるんだ。そういうコメント見てへこんだりしてねえからこっちいや、へこんでるじゃん、最近気にしてるじゃんいいなあ、ビッグ。嬉しい。やっぱすぐ出たね。ね、あとあのジャグラーあるある、うん、売ってるあるある、はい、かなりハマりだすと、うん、ガチで、うん、そんなことあるはずないのに、うん、ランプ切れてんじゃないと思う、ガチであガチでそんなわけないのに、うん、あれマジこれランプ大丈夫かなって言って、まあ、光ってないだけで、うん、内部的に整列するんじゃないかと思って、うん、なら狙ってみて。そのあるあるある、あるでしょ、あるでしょ、あるある、わかるわかるすごいわかる。しかもそのガチのやつね、うん、ガチでそんなこと起きてんじゃないと思って、うん、7狙ってみるってで当たらない、当たらない、もちろんもちろんもちろん。これマジであの、うん、当たり前というかあるあるというか、うん、あれなんだけど、うん、あの開始最初の、
2000円目3000円ぐらいまでの1000円と、うん、もう1000近くまでハマった時の1000円、うん、価値全然違う。全然違う、全然違う。もうどうでもいいっていうその、まあ、100円ぐらいの価値になってる。なんかあのハマったらハマったで周りに自慢したくなんだよね。俺1000以上はめたぜっていう。はい。あとあの950ぐらいまでいったら、おい、おい、すごいね。29回やっぱそれだな。え、ロッテのトッポンみたいに言わねえってこと、うん、俺も今自分で思ってる。あー、そうですか。素晴らしい。そうですか。うるせえな。あら、うるさい今のリアクション。さようでございますか。まさかの府中店でも700余り見せますか、伊地さん。ちょっともう今静かにしてもらいたい。ちょっと今久しぶりだな。もうちょっと静かにして。今今大事な場面だから。今不機嫌な伊地さん久しぶりだな。なんで今大事な場面かっていうのは、うん、5分後に分かるから。お、カレーは今どんな精神状況なのか皆さん。あー、光った。ありがとうございます。ちょっとどうしようかな。使おうかな。さすが、いやでもちょっとまだやめておきましょうかね。うん、まあ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 。わかりましたね。ありがとうございます。これ今のプレミアですよね多分。うん、止まってましたねちょっとね。ありがとうございます。すごいすごいぞ。5分経ちましたね。え、5分経ちましたね。だいぶ経ってるよ。よし、5分経ったんで、うん、お金貸して。え、ちょっと待って、え、はい、何ですか。5分経ったんで、うん、5分集中するじゃないですか、うん、最後の1000円だったんで。いや、実は当たってるよ。で、最後の1000円だったんで当たってる。当たってます。当たってる当たってる当たってる。あ、すごい。お金なくなった時ちょうど当たってる。すごい。あ、こっち下で777揃ってないけど上で777揃ってるよ。俺びっくりじゃないか今。5分って言って、うん、最後1000円やって、うん、残り2枚で行って、うん、早くお金ちょうだいのボケしようと思ってずっと黙ってたのに、うん、残り2枚から10連続500揃ったんだから。こんなことあるっていう。いや、あのさ、マジでその何が起こるか分かんなかったからさ、はい、全員気遣ってたからね。俺も場をつなぐためにちょっと喋ったりしてたけど、しかもその間にうん、ボーナス2回引いたな。そう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 。だからこれで喜んでもいいのか。そう、俺動揺すごい隠せなかったよこっち。何ですか。お金貸して皆さん。しょうがない。だから最後の1000円だったから集中したんだこっちは。5分間出なかったの。長かったな、そのボケするには。俺777に向けてそれやってんのかなと思ったけど全然違います。なんだ。しかも小田さん、何よ。お金借りる立場で、うん、俺席から立たないから、ね、いや本当よ。なんで俺が行かなきゃいけないの。そういうところよあなた。わざわざ出してさ、自分だけさ。まあ、その取り方やめろ、お前この野郎。自分だけ、はい、席つけよ、早く。お前のためにやったんだろ、早く席つけよ、早くよ。お願いしますよ、伊地さん。言われなくてもやってるわ。今のおもろ。今のおもろ。言われなくたって、こっちはさ。久しぶりに喋ったと思ったら。ブチ切れからスタートしたじゃん。お前に頑張れ言われないとやっとるわ。すごいな。え、最高潮でブチ切れしたじゃん今。伊地さん、移動中スタッフさんと話してたじゃないですか。話したよ。
何の話してたんですか。いやそれあんた寝てるからね。いやいやいや、なんで言う必要があるの。あ、ダメだ。あんた寝ててさ、うん、こっちはさ、うん、一回寝ようとしたんだよ、うん、寝ようとして一回カクってなった瞬間に、うん、スタッフさんに、うん、伊地さんは起きてますって言われて、うん、起きてなかったけどそのタイミングで起きたよね。なあ起きてますけどって言って、そこから話し込んで一睡もしないよこっちは。あんたずっと寝てたけど。私寝てましたよ。いやどんな話してたのかなと思って、あの寝ながらもちょっと聞いてたので。話した内容はね、うん、あれだけど最後ね、うん、最後された質問ね、うん、わざわざ起こしてまで、うん、最後にされた質問は、うん、伊地さん、うん、今もしバイト何かしなきゃいけないとしたら何しますっていう、マジでどうでもいい話。いやいや、そのために起こすっていう、わざわざなんかすごい大事なことあったのかなと思ったら、伊地さん起きてますよって言われて、起きたと思ったら、うんうん、今バイトを何かしなきゃいけないと思ったら何しますって、いやどうでもいいよマジで。いやもしかしたら心配してくれてんのかもよ我々の、だとしたらギャラを上げてくれればいいんだけどね。簡単な話で、そんで俺もうね、あのね、うんうん、前の店で、はい、俺あのレッドブル買いてたのよ、うんうん、でレッドブル持って車内に乗り込んだの、うん、で今車内で寝ようと思ってるから、うん、そのレッドブルを飲んだら、うん、はい光った、ありがとう。話してるじゃんおもろ話、レッドブルの話、今おもろ話してたよ。自治の使ってみる、そこは任せるよ。ビッグが17回、レギュラー14回なんですよ。バケです。バケっぽいよね。でビッグ、ビッグ、レギュラー、ビッグで来てんだよ。ちょっといや、それバケっぽいというよりもマジでバケ引いてほしい。ビッグはマジで本当にイライラしちゃうの俺が。なるほどね。ビッグイライラしちゃう。はい、じゃあビッグ行こうかな。うざービッグ行こうかな。じゃあやっぱ今日の伊地さん見せたら逆いける気がする。ビッグで行きます。ゴーゴースペシャル、ゴーゴーチャンス、ビッグ。腹立つな、つうか あれ、ヘイ、腹立つ、見たか、腹立つわ、見たか。これおじゃ、そろそろ大体変わろうか。え、そろそろ台変わろうか。いや変わんないです。え、そろそろ変わろうか。マジで、いや変わんないです。マジで言ってっからこっちは。コインがなくなっちゃいました。先ほどのお話の続きを。いやもう今受けないで大丈夫です。もうこんだけ10分ぐらい開けられたら受ける気がしないんでやめときますの。気になるけどな話途中でやめんの、うん、まああれなんで今言うと、うん、あれですわ、あのレッドブルを持ったまんま車に乗ってたんですけど、うんうん、あのこれ飲んだら、うん、ね眠くならない、寝れないかなと思って、うん、持ってたんですけど置いといたんですけど、うんうん、寝れないって分かって最後にプシュッと開けたっていうだけです、ね、休むはずの車中でレッドブル飲んだっていうだけの話です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。すいません、面白かったですよ。すいません、面白かったですよ。ちょっとあと前言撤回しますわ。僕何ですか。始めたての1000円と、うん、1000近くまでハマった時の1000円言ってたよさっき。マジで価値全然違うって言ってたけど言ってたよ。前言撤回します。何ですか。1000近くなった時の1000円の方が大事です。確かに。ごめんごめん、すいません、間違えました、すいません。何ですか。人に借りてやってる時の1000円、うん、重み違います、全然。やっぱ重いですか。はいはい、はい、だいぶだって別に、まあでも、うん、小沢に対して俺借りてる相手が、うん、小沢が見てると今結構出てるから、はい、ぶっちゃけもう、ごめんなさい、返しません、これダメです。いや、しょうがない、これはもう。それはダメです。これはもう、俺、ごめんなさい、返しません。先に言ってきます、これ。いやだからその後で、そんなもん後で、いや返せよ、うん、返さないよって、俺揉めたくないから、うん、こういうことははっきりしといておいても、はい、返しません。じゃダメです。はっきりするなら今この場で揉めます。きっとこれ見てる人も返さなくていいってなると思う。
ダメです。だってこっち3位以上行かれてて、うん、小沢さんだって余裕でそのぐらい勝ってるわけだから、それはもう返せなくてコンビだもん。ダメ、それがコンビじゃん。違うよ、だって違うよ、お金はちゃんと返すのがコンビ。いやいやいや、何言ってんの。じゃあ場合によっちゃ俺これ返せって言われたら解散ってなるけど、それでもいいんだったらじゃあいい。あれうまいこと言ったね、返せで解散でどっちもかかってる。だったらいい、解散と解散で。それはちょっと意図してないから恥ずかしいんだけど、ちょっと。はい、といったところで1000回超えました。また来週のお楽しみ。どうもありがとうございました。なんでそんな落語家みたいになってんの。1000回行った来ました。俺でもちょっと待って、回さないで一回。はい、マジで変わってみる。いやもう1000まで行ったらやります。やりたい。1000まで行ったらさすがにワンビッグは行きます。やっぱそうだよね。それはそうです。1000まで行ってこの誘惑でこっち座るかなと思ったんだけど。だから最低王座は。それで逆にそっち座らせようとしてんの。性格悪すぎるからマジで。楽しみ。その俺がもう絶対に変わんないタイミングって分かってる時だけ変わってあげるって言い出す。やばいからね。マジで性格性格悪いよ。俺もう今日出だすまで喋んないわ。あれ出だすまで喋んない宣言。だってあれじゃん。何？それでこれいやお前仕事なんだから喋ろよって言うんであればね、じゃあ、うん、仮にでも、うん、言うんであれば、うん、仕事ってお金をもらうって、まあそうだね。その分なんか何かをやるっていうのが仕事なわけだから。うん、僕はマイナスの払ってるんで、はい、別に喋る必要ないってことですよ。だからもう喋っ払ってますんで僕が。なるほどなるほど、そのスタンスでいくよと。これを分かってくれると、このスロッターは逆にね、はい、分かると思う。ただ、はい、ただ俺が負けてるだけじゃないからね。何ですか。横で相方が鬼出してるっていう。バカみたいに。その横で大負けしてるって、どんな心境かってマジで分かってくれると思う、まあ、スロッターは。そうですね、今日に関してはね、もうしょうがないと思うわ、ユジスさん。それはいや、しょうがないって言ったよね。うん、じゃあ、それで返しません。ダメです。でもあなた、あれですよ、さっき僕に何て言いました。何？お金貸してって言いましたよ。そうだよ、うん、お金募金してって言われて、募金してたら返さなくていいけど、うん、貸してって言われて貸しましたから、それ返さなきゃダメですよ。まあまあまあ、じゃあまあまあ、お前のね、急の音も出なくなったじゃん。違う、お前のその言ってることも分かるわ。、はい、だから俺があの時、うん、貸してって言って小沢は俺に金を渡したわけだから。そうですよ、まあ、それは俺、ね、あの1万な、うん、まあ確かに返さなきゃいけない、借りしてって言っちゃったから、うん、じゃあその感じ小沢が言うんだったら、うん、もう俺言うわ。ちょうど今いいタイミングだから。何募金して？いやだ。なんでなくなるから、ちょうどこれだって。その嫌です嫌です。いや今俺光っちゃった。おお。これ光っちゃった。光っちゃった。マジで面白いね。光っちゃったもん。面白いね。光っちゃった。光っちゃったもん。ここであと何ポイントだっけ？5ポイントだよね。あと5ポイント。もう使います。あ、なるほど。ここでもう当たったらポイント。ここで使ってもう終わりにします。あとは。もうとにかく集中して出すだけ。そうだね、もう点数とかも、うん、今考えてらんないから、はいはいはい、もう使います。ビッグです、うん、まあ一発目ビッグ。もうこれはビッグ来てくんないとおかしいもん。おかしい、確かに。これはもう嫌な予感してきた。いや、めちゃくちゃ嫌な予感してきた。まだ帰れる、まだ帰れる。いや、まあ、ビッグこれでビッグ分けですよ。バカはいない。確かに。よし。ちょっと待って。よし。あのさ、お笑いとかどうだって。いや、よし。今さ、バケ期待してたから一回ってなってる。いやでも、よし。まあまあ、はい、16万円達成しました。はい、ありがとうございます。伊地知さんが決めました。ありがとう。ここからちょっと変わりそうですね、その台。ここから頼みますよ、うん、どんどん行きそうな気がするよ。久しぶりに200近くハマってきました。タクシーも200で喋んな。200で喋んな。マジで早かったな。40分、あと40分。もう40分しかないんだ。確かに、ずっとハマってたんだな俺。
ずっと寝てたんだなみたいに言わないでもらっていい。ただね、うん、こんだけ腹立ってね、うん、ムカついてね、うん、なんだよと思ったけどね、うん、一個だけ言えることがある。何ですか。俺がね、うん、もうあと何十年か年取ってね、うん、何かでこう死ぬ時は来るよ俺も。そうだね。その時死ぬ間際に、うん、これだけは言える、うん、今日のこと、うん、絶対思い出しません。それだけは約束できる。出しません。絶対思い出すことない。今日のこと小沢に1個だけ言わして。何。1万円返しません。ダメです。ダメです。なんで。ダメです。忘れるから。なんでじゃなくて5年も10年も経ったら、うん、俺に1万円返したことなんて忘れてるから。確かにね。大丈夫大丈夫。小沢さん、伊地さん、俺今日息子生まれてんのよ。え、息子が生まれたんですよ。うん、そんな人じゃない。大丈夫小沢さん。何。あと10年も経ったら、うん、息子が生まれることも忘れるから。忘れるか。それはいるんだよ。10歳の息子が。逆に言ったら息子が生まれた日だから、うん、今日俺に1万貸したこと覚えてるかもしれない。絶対覚えてる。絶対覚えてる。一生忘れ。はい、来ました。254。素晴らしい。いいな。まあまあ。終了。あら、まあ、くしくも今、スタッフさんが、うん、カンペで終わってもいいよって出してたんだけど、うん、終わってもいいよってこっちに見せる5秒前に終了って言ってるからね、こっちは。やっぱさすがだね。線はまるとスタッフさんも終わってもいいよって出すんだね。普段は絶対に打てって言うのに。だから本当に1089がちょうど1000回転ちょうど1000ぐらいちょうど回して、うん、1000回して、うん、ボーナス1回だけだから。すごいね。じゃあちょっと時間もあれだし、うん、まあ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 しょうがないから、うん、これ金ないし今、うん、とりあえずちょっと1万ちょっと1万とりあえず1万何ですか。え、1万何ですか。募金。いやです。さっき言ったから自分で。そうだよ。1万つって1万吸ってもらってこれ募金だったからなって言おうとした。ああだよ。もうつけつけで。つけにしといて1万つけ返せよちゃんと。ちょっと一旦じゃあそうしようか。うん、まあまあまあこっちも100歩譲るよ。100歩譲る。こっちも何言ってんだよ。あのさ歩む夜はこっちも。お前が来いよって。こっちも何で座ってんだよずっと。俺が財布持ってこなきゃいけないんだよ。その取り方すんな。なんだよ、ふざけんなよ。でも2、3回パパパって出るったらね、いったもだいぶ取り返してます。マジの話言っていい。うん、2、3回じゃどうにもなんない。7、8回連チャンしてくんないと。ここから連チャン7、8回。はい、ありがとうございます。光らせるね。光らせるね。ビッグ。まあまあ。ダメだね。マジでダメやん。光りました。ラストかな。よし。素晴らしいね。やったね。ありがとうございます。マジで光んねえよ。腰痛くなってきた。大丈夫ですか。腰痛くなってる。今本当に無意識で下打ちしたからね。いやいや知ってたね。無意識。俺まさかとは思ったけど。無意識で下打ちしちゃったからね今ね。いいですね。人間の本当素の部分ってそうだからね。でもまあ、これが見たかったんでしょっていうことよ。結局見せてくれたんだね今日は。結局優しいな。男って背中で見せるから。うわ嬉しい。やっぱ黙って背中で見せるから。男って本当ね、すごいね。今日の偉実はやっぱ一味も二味も違うわ。これが生き様だから男の、うん、すごい。はい、
お疲れ様でした。ありがとうございました。実践終了ということで、はい、はい、キコーナ府中店さんの、うん、結果ですね、はい、まず発表したいと思います。い、合計39ポイントを達成したのかどうか、はい、伊豆さんよろしいでしょうか。じゃあ、いや、わかんないんで、すいません。本当ですか。ドラムロールやろうかなと思ってたんだけど。大丈夫、すいません。なるほど、わかりました、はい、合計のポイントがですね、はい、今回43ポイント。はい。はい、優に超えました、39を。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、失礼しました。やった、やった、はい、ありがとうございます。個人成績はですね、ちょっと私が、投資が、8000円でございます。はい。で、592枚で。お、素晴らしい。ありがとうございます。おめでとうございます。今日だから本当に2店舗回らせてもらって楽しい、楽しい、素晴らしかったですね、はい、ジャグラーの旅でございました。はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。はい、伊地さん、私はですね、はい、まあ府中店さんで、はい、投資が36000円、はい、で出たのがゼロということで、今回僕一人でも1400ちょい回して、うんうん、ボーナス1回すごかったね、うん、本当にすごいと思う。とりあえず170回から回して、うん、1080ぐらいまでか、うん、はまって、うん、やっと出て、うん、その後でボーナス引いて、うん、そこから500ハマりで終了、うん、すごい、うん、でまあまあ平井店さんと府中店さん合計1日で、うん、実際4時間ぐらいかな、うん、4時間ぐらい、うん、46000円。でもよかった、本当よかった。でも自分で2万6000しか持ってきてなかったから、うん、小沢がね優しいから2万円くれたんで貸しました。なんでまあ自分一人の負けは2万6000ということで貸しました。ダメです。4万、まあでもトータル4万6000ということで、いやでも本当にね、すごい拍手しちゃうぐらい、うん、本当に、まあでもなんかね、うん、でもなんか、うん、まあ負けはしましたけど、うん、このエトスパトスロゴス、うん、最後のエトスパトスロゴス最終回は結構盛り上げられたんじゃないかと、うん、いや勝手に終わらせないってこと、何を言ってんの、まだやるから。最終回は最終回じゃない、だいぶその面白い感じで終われたんだなって、芸人でしょ、よかったなと思ってます。ダメダメダメ、まだ続くんで、今までありがとうございました。ああ終わっちゃった、勝手に1年頑張れてやったんですけど、すいません、うん、僕が持たなかったです。ありがとうございました。皆さん本当に励ましのコメントしてください。本当にこのままで心折れかけてますから今、はい、すいません、ありがとうございます。まあ、次こそはね、そうだよ、リベンジしましょう。逆にこれよりも下はないから、ないから、本当にこれより下はないから、うんうん、上がるだけですか。上がるだけ。今日は小沢さん子供生まれたから小沢さんの一人ということで、はい、ありがとうございます。本当に皆さん、伊地さんのおかげでもありますからね、ちょっと、はい、はい、台譲ってくださいました。というわけで、はい、また、ね、お楽しみに。はい、というわけで、はい、来週もありがとうございました。いや、やんないの白目。それじゃあなたスタートだからさ。解散、ありがとうございました。解散、すいません。